ンン・トシルベリアは、アメリカ合衆国の空軍軍人。第48戦闘航空団副司令官及び、司令官、アメリカ空軍戦闘センター司令官、アメリカ空軍中央軍副司令官などの要職を歴任し、2017年から2020年まで、アメリカ空軍士官学校の第20代校長を務めた。空軍では、パイロットとして勤務し、3900時間以上、 飛行して、機長資格を有している。2020年11月1日に、中将で退役した。父も、総長として勤務した軍人である。1981年に、イングランドのレイクンヒース空軍基地、付属アメリカンハイスクールを卒業した。在学中には、サッカー、野球、科学捜査、演劇に取り組み、全米優等生協会に入会を許されるなど、 優秀な学生で、クラスメイトの投票で、最優秀学生に選出されている。コロラド州コロラドスプリングスのアメリカ空軍士官学校に入学し、1985年には理学学士の学位を取得した。空軍入隊後の1997年には、ニューヨーク州シラキュースのシラキュース大学で、社会科学修士の学位を取得した。さらにその後は、 空軍式幕僚大学を経て、ワシントン DC の国防大学で学び、2005年に卒業した。空軍ではパイロットとして、後には指揮官として、数々の役職を歴任した。任官後1987年5月に、中尉、1989年には大位に昇進した。1980年代後半には、アリゾナ州、ウィリアムズ空軍基地でインストラクターを務め、 第96訓練飛行隊で初等訓練機セスナ T-37 を操縦した。1991年から1995年にかけてノースカロライナ州シーモア・ジョンソン空軍基地に勤務し、第334戦闘飛行隊で F-15E に登場した。この際、サザンウォッチ作戦に従軍して複数回、外省している。 1997年に少佐に昇進するとともに、ベルギーのモンスにある欧州連合軍最高司令部、及びアメリカ欧州軍司令部に、欧州連合軍最高司令官付副官として着任し、1999年7月まで同職を務めた。2008年8月には、自身が付属ハイスクールを1981年に卒業した。 イギリスのレイクンヒース空軍基地に駐留する第48戦闘航空団の司令官となった。2014年2月にはアメリカ空軍戦闘センター司令官に着任し、同年6月に少々に昇進。2016年にはアメリカ空軍中央軍副司令官となった。2017年8月に中将に昇進するとともにアメリカ空軍士官学校校長となった。 アメリカ空軍士官学校校長に着任して間もない9月には空軍余家士官学校の学生寮に人種差別的な落書きがされる事件が起こりあのような振る舞いは余家でも士官学校でも米空軍でも許されない他者に尊厳と敬意を持って接することができない者は出て行けと強い言葉で非難するスピーチを行ったこのスピーチの模様は アメリカ空軍の公式ツイッターアカウントで公開され、当時アメリカ合衆国副大統領、ジョー・バイデンや退役軍人出身の有力上院議員ジョン・マケインがこれをリツイートするなどしたため注目を集めた。なお、この事件は後に告発した学生の自作自演だったことが発覚している。ありがとうございます。